ション増田とヤッシー、バントした、一塁側に転がした、うまいバント、山崎かっこいい、キャッチャーがかっこいいな、ボールを追いかけるような形になったんですかね。はい、キャッチのよくタッチ追いついたな。おい、ボールがまだもう、そうですね、やっぱりこう選手になってきそうでしょう。はい、ここはファールボールです。思い切って突っ込んでいきました。アベルティギッターを目指してほしいなっていう感じはしますけどね。そうですか、はい、やっぱりこう3割20本、うん、もう一つこうクリアできるような選手になってもらいたいですよね。今クリスキーに行ったんですね。昨日はセーブもマークしましたが、思い切ってこの柳町がフェンス恐れず突っ込んでいきました。まあ、この展開ではありますが、このプレーを今朝柳町が取りました。マリーンズが取った後だけに、ここは何としてもゼロで抑えなければならない。ここは東條が登場です。東條が登場です。ですけども、これ2アウトからですよね。ですね。変化球かなり打ってきてましたね。そうですね、変化球は間違いなく今日の楽天打線ですかね、イーグルス打線を狙ってましたよね。まあ、そこをストレートに切り替えてはまりましたよね、2回3回以降はね。うん、もう本当にジジーさんがお話ししてそのままの通りのことが今日はグラウンドで起こっていたということですね。相当じゃあれを狙われて初回は苦しくなった。はい、変化球狙いで間違いなく今日はチーム全体で来てましたね。はい、その裏をかけましたよね、後半は。そしてゆりかごポーズですね、お子さん2人目生まれましたので、ね。まあ、それ切り替えていけるだけの今日ストレート強さありましたもんね。ありましたし、それだけのまあ器用さとかこう試合を作る能力って高いですよ、三馬投手は。うん、まさにここ1番というね、9月の未満の強さを見た今日の登板でした。7月の8日以来の今日は勝利という形。これスチールカメラマンさんですけど、ゆりかご揺らしてていいんですかね。ブレちゃいそうな気がしないでもないですけど、そこはやっぱりプロの技で。静止画だったら止まってほしいですよね、いいところでね。これだけ光ってるってことはね、はい、いわゆる静止画カメラだと思うんですけど。